ダントツじゃないっすか。ダントツ。で、次のラジオ学生数くるからね、二人。<え>そうね。ここであのー、鍛えてほしいね。あ、でも奥田君とかって、うん、もうイメージ通りやけど、うん、バばって来るよ。何なんっすか。おかしいでしょう。で、その言葉巧みなさ。あの銀シャリ橋本君とか、<laughs> 奥田君って、その強いやん、うん、ワードも。余条はもう口開けてるだけですけど。<laughs> <laughs> いやでもうもおもろかったし面白かったねみんな楽しそういかこたなでこれ個人的な意見ないけどザパンチさんもめっちゃ面白かったやんかでもうちかったこれねもうちょっと個人的な意見なんですけどね <laughs> うん僕だけかな感じたの全員当然面白かったんですようんあの過酷な上がってるからうんなんか吉本以外の芸人さん、ね、点引くなかったどう,思うもう早速そんなこと言うなっていや俺はよくないと思うね半次郎さんとかってネタのクオリティで言うたらむちゃくちゃ高いと思うのよ で、タイムマシンさんだってさうん相手がパンチさんが言うよじゃあもう大きい声で「他事務所にちょっときついわ」「きつい」って正直言うけどカッコ悪いであれお客さんが自分らもういじめカッコ悪いみたいな言い方してるうん、いじめ悪いいあれじめの大会ちゃうねんで俺も誰が何と言っても俺言うわあの、泣いてたでしょえと、三浦マイルドと俺は同じ意見ないけど本当はタモンズ応援してたんですけど「ザ・パンチって言った人おるじゃないですか 覚えてないお客,さん客お客さんの投票で「ああうん、えっとザパンチ面白かったんですけど「本当はタモズ優勝してました」って泣いてたやんかああ、うん、そんな中立で見られへん思い入れあるやつ現場くんな、うん、やめてんう怖いじゃ俺怒ってんねんも怖いよ、ま、そんなん入れんなよなんでだからもう話しか好きなやつだけとか入れるとあんなもんしか好きなやつは笑わんだろういやだって人生かかってるからね僕は代わりに怒っただけですよいやだか話しか好きなやつは笑わんだろう 落語て笑っとえだて待って待ってそれが一番問題発言やで何言うてんの自分じゃあそれは落語って滑ってても飯食えるけどじゃあ言うてるやん <laughs> 言うてるやん違う違うあの泣きの話とかいろいろあるから<ー>僕はあれはすごくかっこ悪いことやと思う